こんにちは。うす。今日は怒涛の年末3分動画構成の第1弾の乃木坂ソングオブザイヤー2021の話をしていくよ。私のベストだよ。好き勝手に語るよ。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、ワンツースリー。2、錆びたコンパス。3、猫舌カモミール系。最初にタイトル言っちゃうの？うん、別に出し惜しむことじゃないからね。じゃあ最初は1、ワンツースリー。ね。2月12日に MV を両つべに発表。松村さゆりと生田絵梨花のユニット、唐揚げ姉妹が歌う曲ね。そして何よりもポケモンのタイトル曲です。このチャンネルにとっては、この曲の感想を初めて MV4 で作った動画だね。そこはどうでもいいか。グループトップの歌のうまさがある生田絵梨花とアニメの甘い声の松村さゆりのハーモニーがものすごく優しい雰囲気を醸している。夢中になっている弟くんに年の離れたお姉ちゃんが頑張れ。って言っているようで熱くなる。そして、自分は、夢中になっている弟くんになりきって聞いてるんだ。うぷ主って結構なおっさん。おっと、そこまでだ。一人で没入しているんだから、文句は言わないように。ランニングしている時に、ワンツースリーが流れてくると、電信柱の陰から私を見ていてくれる女性を妄想して力が湧いてくるのさ。おい、おっさん。電信柱の陰から私を見ていてくれる女性、が世間の共通認識のネタの時代は終わっているよ。元ネタは巨人の星ね。星明子ね。無駄話は置いといて、本題に入ろうかと思うんだが。え、ここまで前振りだったの？ここまでは、唐揚げ姉妹っていうお姉さんが見てくれているから力になるって話をしてきた。だけど、私が本当に好きなのは、唐揚げ姉妹が弟くんの心意気を歌ったところ。ここでいつも泣きそうになるんだ。どこよ？倒れるなら手をつくなら前だって決めたんだ。もう、この台本を書きながらうぷ主は少し泣いてんだぞ。他にも刺さりまくる歌詞があるけど、私としては特にここをしたい。ってことで、ワンツースリーの本題終わり。あ、本題は熱があっても短いのね。ほんじゃ次に、錆びたコンパス。ね。ごめんね、フィンガーズクロスシートのアンダー楽曲。センターは山崎怜奈。山崎怜奈の優しい歌声がお気に入りです。2月の鬼別バスラの時に語りと君の名は希望で聞き惚れました。いいとこの大学に行くぐらいだから、いろんなことを考えられるだろう。でもその頭の良さを利己的なことに利用していないところに大尊敬です。そんな人になりたかった。ガンダムダブルゼータでさ、主人公の受動がラスボスのハマーンに言うんだ。持てる力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。って、山崎怜奈はハマーンと違って地球を救えると思うよ。マリサ、自分の世代にしかわからないネタは、多くても5動画に1回までにしておけ。この動画だけで2回目だぞ。で、この曲の話なんだけどね。この曲の話をするたびに言っていることなんだけど、12秒間がちょうどいい、だ。12秒間はさっきのワンツースリーよりももう少し濃い。あんた、ちょっとわざとらしいぐらいの曲が好きなのね。うん、今はそういった曲が大好きだね。10代の頃に聴いてたら、ベタベタだねと切り捨てたり、20代の頃なら、くすぐったくなっちゃう。そんな応援歌が今は心に刺さる。タイトルの錆びたコンパス、が曲全体を表しているのもいい。旅を始めたばっかりではなく、やれるだけのことはやってきた、戦ってきた。愛用のコンパスを使おうとしたら、錆びてら、と長く旅してきたことを実感し、歩いてきた道を思い出して、これからの道を思って足を前に出す。グッと来ちゃうんだよね。ついつい熱くなって拳を握っちゃうのね。最後、3、猫舌カモミール系。ね。ごめんね、フィンガーズクロスシートの4期メンバー楽曲。センターは田村真由。ここまでの応援歌的な楽曲と違うしっとりとした曲だね。IC、いや、アウトオブザブルーのようにそこまでの4期メンバー楽曲って、元気とフレッシュさを押し出している曲が多かった。大事なのは勢い、みたいな曲。それがいきなり大人っぽい曲になって、おっと思ったんだ。センターの田村真由は4期メンバー最年長だし、彼女はまさに大人の入り口のような年齢だからぴったりだね。ポンコツだけど、田村真由は乃木中の登場会でポンコツを強調されてたんだけど、乃木坂に入った後はポンコツさはあまり出てないんだよね。特に4期メンバーライブじゃ MC の回しを務めることも多かったし、しっかり者のイメージがある。適材適所ってのがあるってことなのかねー。松村さゆりの乃木中ラスト回の感想動画で少しこの曲について語ったことがあるんだけど、この曲は、相手のペースで話を聞いていたら紅茶が冷めちゃったなーって歌なんだ。なあ、霊夢。ハンターハンターの話ならしてもいい？あんまりにマニアックなネタだと視聴者さんが離れてしまうからメインキャラの話で頼むよ。ゴン、キルア、クラピカあたりね。
うん、王位継承の時のビスケと半蔵の話なんだけどね。それはマニアックすぎる。さらにそのシーンはまだアニメになってないじゃねえか。手短に済ませな。半蔵は自分が任務に失敗したと思っているけど、ガイアからはそうは思えないという事件があったんだ。わかる人にフォローしておくと、桃瀬が暗殺された事件ね。ビスケは年上として半蔵の話を聞いてやるんだ。その時の感情を吐き出させないと暴走する危険もあるしね、と、反論せずに。まさしく、猫舌カモミール手だよ。よし、ハンターハンターの話はここまでね。そんなわけでさ、自分の話、自分の思い、価値観をぶつけるのではなく、相手の話を聞く。歌詞の中じゃ、それができなかった過去とできるようになった今を噛み締めている。そんな大人になりたいと思ってきたし、できているのかなと思いながらゆっくりこの曲を聴くのが好きなのさ。あんたが山崎れなに思っていることを別の角度で見ると猫舌カモミール手になるのかな？あ、両者を並べたことなかったから気づかなかったけど、そうだね。そう言っているね。さて、乃木坂の曲についてはこれで終わりかな。うん、谷 MV とパフォーマンスで別の楽曲の話をしたいと思っているよ。喋ってみてどうだった？ 3 分動画っついといて7分近く喋っているけど。サクサク作ろうと思ったら、もうファミレスで3時間 PC をカタカタ叩いている。もうちょっと簡単に作るつもりだったんだけどね。思いが溢れちゃってるのかな。ただ、あんたにしかわからないようなアニメや漫画の話は今後控えるように。はい。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。